やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャデギハマーです。現在2024年8月24日土曜日の23時32分ですね。はい、天水の桜姫の8話 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介するんで、興味のある方は40秒ほど飛ばしてください。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界まで見えテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は通過アカシア電車でアカシアさんまさんとテレビ共演、テレビ30分以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿続けてます。ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴もしくは普通に視聴いただいた後、リアクションだけ確認でお願いします。いきます。3、2、1、さあと、もうちょいこうか。セモリ神。セモリ神。あれ、前回のあの心は姫の前に現れた鬼がなんか置いてったけど、あれは一体この後出てくるのかな。都を揺るがす米騒動。危うき米。まずいんかな、なんや。何それ
心は姫もしかして。心は姫か。ああ、やはり。うわー、止まった。一瞬だけ。いやー、むずいな。無理やろ、そんなん。あ、戻んの？ほんで。なるほど、こんな感じ入ってるのね。密入国書のやり方や。前回のあれ、回想やね。そう、もうおらぬららうそららモーセー言うてたね。あ、あ、前回の。
バレてんちゃうこれ。あの鬼の仕業か、前回言うあのウサギ型の。米と食文化、汁物、漬物、焼き、読めへん、焼き魚にも。あ、強制送還されてない。あ、心場の仕業やね。ああうん、
遠慮なく建物破壊してるな、しかし。警備兵やのに。警備ロボか。あ、前、修行してたやつ、何だっけ。恋の滝登りだったっけ、何だっけ。粉々やで。なんで気づかへんねん。おっそう気づくん。いや、あの、やったーまの最後みたいになっとるやん。うわ、一瞬だけで終わった。あ、もう、まあ、もう認めたのね。なんて。友情やな、朝倉姫。永久追放。マジか。
マジか、桜姫。これは試したか、カモヒツキ様が。おお、私も行きますか、もしかして。ほう。累戦行きました。さんの親友です。素晴らしい友情やったな。鬼滑るもの、ここには心は姫はいい品よね。オッケー、うん、はい、ちょっとあの途中2回止まっちゃったんですみませんでした。ほんまにあの多分 0.1 秒ぐらいでしたけどね。いやー、まあまあまあ前回のあの米持ってきた鬼はあれは何やったん、ちょっとあれだけ分からへんねんけど、まあちょっと今回ねそのアマホホの、評判が何良すぎて流通が止まったと、その後味があまりにも良すぎてという問題が起きて、よう見たら違う米混ざっとるやないかと
いうことで、なげせせせえセモリセモリの神やったっけなっけ、飛ばしたけど、がまあ、伝えに来たところで、心は姫がまあ犯人ではないかと、まあ聞いたね、サクナは、うん、ほんまにまあ、なんやろ、まさに身を挺してね、言ったものの、ちょっとまあ、サクナ姫舐めて、あ、サクナ姫じゃあ、心は姫ちょっと舐めとんなと思ったけど、うん、まあまあ、その、やっかみの気持ちってのはね、まあ、わからんでもないけどね、ちょっとそれはやったらいかんな。うん、まあ、ただね、私一人で十分やって言って返そうとしたところにね、まあ一応ちょっと友情は感じたけれども、まあ違うか、あれは友情ではなくてお役目を取られたくないという、どっちかなどっちかな、うん、まあでもね、もう一回来たところで、カラクリロボかな、結構強めのやつをねよこしたから、うーん、友情はなかったかな結構マジに、さくら姫は潰しに行ってたかな、あれは。まあところがね、まあ、まさか燃えてしまうとは思わんかったね。なんかあのくだり前もなかったっけ、米燃えるくだり。あ、1話か、それこそ1話か。で、まあこれでね罪を認めてやったけども、まあね、さくら姫の友情がもうむちゃくちゃ良かったわ。自分のせいで心姫がこうなってもうたっていうね、なかなか言われへんで、あれは。うん、まあね、しかももう永久追放までね、認めて、まあそのすぐ後にやっぱり嫌じゃ言うたところがおもろかったけど、まあそこでやっぱあれ、カムヒツキ様がね、さあどうすると、あ、試したわけよね。うん、まあそしてこういうことになって、ようやくその桜姫のまあ向上心たる、まあ、凄さ、偉大さというものを、まあ、感じたわけね。もう最後にね、私の、心は姫と申します。さくなさんの親友です。いい終わり方だったね。ちょっと、ほんま、多分最後の2、3分かな。まさか涙腺行く話になると思わんかったな、これ。まあ、せやし、ここからね、その、まあ、鬼の、出現の原因を、まあ、調査しつつ、心は姫もなんか手伝ってはなかったかな、米作りは。どうなんやろう、うん、いやでもちょっと素晴らしい友情感じゃね、さくな姫最高や。さくな姫の株爆上がりって今回多分サムネイルになると思います。めちゃくちゃ良かったな、涙腺崩壊、さくな姫の株爆上がりになると思いますね。まあ、あと残り3話かな、残り4話かな。だからね、果たしてその鬼がどっから出てきてるのかっていうのは果たして分かるんかな、それとも2期に続くんかな、どっちかな。うん、まあいい話でしたとしか言いようがない。でカムヒツキ様もまあええ人やね、ええ人やね。ちゃんとその なんつうのその、チャンスをねちゃんと与えるところがね素晴らしかった。はい、ということで、天水の桜姫8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょっとで自己紹介するんで、興味のある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事が持たず、約4年6ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいので、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。はい、アニメのリアクション、その他もろもろをスタートして、今日で1613日目ですね。はい、長いです。ただこのチャンネルもっと長い。2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったから、約1年5ヶ月分、続いて2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画、自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言いたいに再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっと言ってます。それでも、なおやればできるわけでもないと伝えたい、そう思って、一日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジライド芸人浜でした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。